せーの BTU アニメラボ。はい、始まりました BTU アニメラボでございます。わーって言われた。完全に忘れてた、ね、あの人できるか外そうぜ完全に忘れてた、はい、オープニングテーマから始まりましたけども、はい、コンクリートデボルティブ第5話どうでしょうかね、はい、感想参りましょう。はい、はい、じゃあ山 P からどうぞ。はい、うんうん、みんな真っ黒でしたね。敵も味方も一般の方々もちゃんとカラフルな色彩は違うフルカラーアニメージが違う違うなんかさ、なんか正義のために戦ってるのかと最初思ったんだけど、うん、みんな私利私欲のために戦ってるじゃないですか、うん、幻滅ですよ、うんうん、だからヤマピーが言いたいのは超人が悪のか怪獣が悪のかどっちか分からず、どちらかといったら怪獣が正義で、うん、超人の方が悪になってんじゃないかと見ております。まあ、でもそこまでは言わない、はい、でも怪獣も悪じゃないですか、街壊すし、うん、もう悪分かんなくなってきちゃいました、ほんと。以上で冷たくない。いやっていうのもね、ヤマピーにね、この動画再生回数が全然上がらないと、人気がないんですよっていう実を受けてるわけですよ、この無駄で。そう、昨日ね、すごい松井くんディスリだったから、こんな人気のない動画やる意味がねえって裏言われてるんですよ。そこはそんなてめえがやれよ。そんなわけねえと思って一応確認したでしょ、数字確認した、うん、30回とかだったな、引いた何のために頑張ったかよく分からないから、30回だからここで見れるもん、頑張れば、うん、でもそれでヤマピーに頑張れよって言った結果のあの感想よ。ちょっとねー、それでディスられてもね、いやいやいや、そういうことじゃなくて、ね、うっかりネタバレもするしね、違う動画でね、最低よすみませんね。そりゃあの人からもアンチのねコメントが来ますよ。そんなのあったんですか。見てないから。そんなのあったんですか。言うね。そんなのあったんですね。はい。はい。あ、夏希ちゃん今週どうでした。もうだんだん分かんなくなってきたので解説お願いします。あ、そう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 。分かんないは分かんないです。分かんない分かんない。分かんないはみんな分かんないですよね。話の行き着く方向性が分かんない。もう夏希ね、考えることを諦めて見てるから。正しいんじゃないですか。本当？だって全然ね分かんない。ちょっとずつ謎が解けるだけで何の謎解いてるかよく分かんないですよ。そうなんですよ。今怪獣とヒーロー組とで、まあ、超人組とで、どっちが思惑で地球を破壊とか地球乗っ取るでもないですけど ね地球を守ろうとはしてるんですよ、ね、そうね、超人がどうやら自分たちの住みやすい環境を整えるために怪獣を裏で利用してるらしいぞっていうところまで謎は解けたので、ただこれが何のためかよく分かりません。あとキッコちゃん可愛い、キッコちゃん可愛いって思ったんですけど、でもキッコちゃん結局さ超人化に流されるままでさ、結局なんか何やってんのあの子はって感じもちょっとしません、ね、正直な話、うん、そういった角度のコメントでよろしいですか。はい、ヤマピーからは、はい、あのジローさんが冷てあのジローさんがあの何者かっていうのが話の軸であったりはするの、あれ。まあそうですね、一応二郎さんがやっぱ主人公って言ってもまあいいんじゃないですか、うん、そのうちに怪獣を秘めてるとかいろいろちょっとずつ謎は明かされてますけど、後立ちすぎるんで何と戦ってるか分かんないですよ、分かんない。で考察もできないんで、最後に後に妖怪が人気になるのはまた後のお話みたいなパターンみたいな、ね、大衆妖怪。いやでもあれただ単に実際の昭和史だけの話、そうだから僕は回想みたいな感じで終わってる。過去、まあ、そういう部分も繰り返してますから、怪獣分もあってとかは、はい、じゃあ以上第5話感想でございました、はい、コメント、チャンネル登録などお待ちしております。どうも。